今の隆高は、福岡県北九州市出身の元プロ野球選手、右藤左打。2歳年上の兄の影響で小1よりソフトボールを始める。小6までソフトボールを続け、中1から公式野球チームに入団。京都府の平安高校に進み、甲子園には2001年の第83回選手権大会と2002年の第74回選抜大会に出場した。 二年夏は準々決勝で、安倍健太のいた松山商業と戦っている。明治大学に進学後、高格に打ち分ける手話な打撃に、長打力も合わせ持ち、2006年の東京を6、大学野球周期リーグ戦で、打率2位の実績を残した。リーグ通算41試合に、出場、124打数35安打、打率28、282、1本塁打。 十六打点、四盗塁を記録。二千七年は一年目から二軍で、遊撃手のレギュラーをつかみ、チーム2位の八十試合に出場、打率、二百八十の高成績を残した。十二月二十五日、会社員であり、大学の同級生の女性と入籍した。二千八年八月二十日の千葉ロッテマリーンズ戦で一軍発出場。高橋真治の代打として出場したが、 セカンドゴロ。この年の一軍での出場は、この一試合のみだった。2009年は9月1日のロッテ戦で、プロ初安打を記録。5試合の出場で打率、250だった。2010年は金子誠の離脱もあり、前年よりも出場試合数、打席数を増加。29試合の出場で打率、244、3打点だった。 2011年は、チームの内野手に故障者が続出したこともあり、チーム事情に合わせ二類手、三類手、遊撃手などこなし、スタメンに入る機会を増加させ、自己最高の84試合に出場した。日本ハム時代2013年は6月30日の埼玉西部ライオンズ戦で6番、右翼手で、先発出場し、プロ入り後初めて外野の守備についた。 2014年のシーズン開幕直後の3月31日に、マスブチリュウギとの交換トレードが成立し、東京ヤクルトスワローズへ移籍。2015年は、ショートのポジションを、大匹刑事、森岡良介と争う。開幕は、大引けがスタメンで、森岡が代打の中心となるが、5月の大引け離脱後に、ショートでのスタメン出場の機会を得ると打撃面で、活躍を見せた。 5月24日の広島東洋カープ戦では、プロ初本塁打を記録した。自身も怪我があったが、後半戦以降は大引けに変わるスタメンや、代打の切り札としての起用も増え、その中で3割を超える打率を記録して、リーグ優勝に貢献した。2016年は6月17日の対西部戦で、住谷銀人狼が打ったフライ製の打球を取ろうとして、川端慎吾と衝突し、 単価で病院に運ばれた。翌18日に登録抹消となったが、抹消から10日未満となる6月24日に登録され復帰した。これは脳震との登録抹消特例が適用されたためで、今並がプロ野球史上初の適用者となった。さらに、9月3日には、甲状腺機能低下症により登録抹消されたが、3週間後の9月24日に、 一軍復帰した。シーズンを通しては大打率382を記録し、ここ一番での切り札として大いに活躍した。2017年は5月18日に一軍登録されたが、7試合の出場のみで5月29日に登録抹消。10月3日に球団より戦力外通告を受けた。自身は、 自病の慢性向上1炎の影響も鑑みて、引退を決断。当初の予定ではなかったが、多くのファンから強い要望があり、11月23日のファン感謝デーにて引退セレモニーが行われた。ファンや関係者らに感謝を伝えた後、チームの若手有望株で自身が才能を見込んだ、広岡博にエールを込める意味で、引退の原因は広岡に押し出されたからですとジョークを、 飛ばし、集まったファンの笑いを誘い、明るく締めくくった。現役時代に、故障や持病と向き合った経験をもとに、アスリート向けのメンタルコーチングを勉強。日本スポーツメンタルコーチ協会へ加入するとともに、スポーツメンタルコーチという肩書きで活動している。2020年1月6日からは、ヤクルト時代のチームメイトだった、田中広安の後任として、各週月曜日に、7球。 パートナーとして出演中。また2019年6月に、平安高時代の同級生から声をかけられ、軟式野球実業団チーム、ゴリラクリニックベースボールの創設に関わる。チームが指導した、初年度の2020年より監督を務めている。チームは、台東区軟式野球連盟一部に属し、初年度から台東区春季大会を勝ち抜き、 東京都軟式野球連盟周期大会ベスト4までチームを導いている。総攻守にバランスが取れ、内野全ポジションを守れる万能型の選手。打撃では、生涯大打率、316を記録するなど、ここ一番での切り札として、抜群の勝負強さを誇った。ヤクルト等でコーチを務めた、三木はじめは、攻守ともに状況を的確につかみ、相手が嫌がるプレーができる。 数字以上にチームに貢献していると評している。相性は波。ヒーローインタビューでは今朗説と称される真顔でギャグやジョークを言う滑り芸でファンを沸かせた自身の熱狂的ファンや可愛がっている後輩選手を今波チルドレンと呼んでいる。日本ハム時代は守備面やチームプレーを意識しすぎたためか打撃に苦しんでいた。 ヤクルト移籍後はシンプルに、打つことだけを考えるようになると、気持ちが楽になり、打撃が向上した。高校、大学と進学の際は、どちらも母親から志望校を反対されている。高校は当初地元の競合である、九州国際大学附属高校を志望していたが、言い合いになった末、母親から、地元では、野球が、おろそかになるかもしれない。 京都の平安に行くなら携帯電話を持たせるし、毎月のお小遣いをたくさん渡すと言われ、悩む間もなく、即答で平安高校進学を決めた。大学は関西競合の立命館大学を志望していたが、プロ野球選手を目指すなら野球に集中できる明治大学が良い。明治に行くならこれまで通りお小遣いをいくら使ってもいいと言われ、 この時も即答で明治大学進学を決めている。明治大学時代は厳しい上下関係や野球以外の雑用、さらに一年生の時に手首の故障をしてしまったことで次第にやる気がなくなり野球だけでなく学業もおろそかになっていた。四年生になると母親にプロは諦める。でも最後の一年は真剣に野球をやる。勉強も。 真面目に頑張って就職すると話し、全力で練習と学業に励んだ結果、春季リーグ戦から遊撃手のレギュラーを獲得。秋季リーグ戦では、打率2位の活躍をしてみせた。しかし、取れると確信していた、ベストナインを獲得できず、燃え尽きた今波はプロを完全に諦めることを決断。明治大学の OB で当時臨時コーチを務めていた。 住友平に電話でその意思を告げると、お前は絶対に野球をやめるな。お前が野球を続けられるように何とかするから待っとけと言われ、もう野球を一切する気がないです。余計なことをしないでくださいと告げると、電話が切れた。すると、ドラフト会議当日に日本ハムから指名され、プロ入りを果たした。ドラフト会議当日は、今並が指名されることを誰も予想せず、 当初大学内に会見場が設けられなかった。しかし、7巡目で指名されると急遽設けられた。なお、会見に参加したのは今波和人だけであり、そこにいる人物が今波と知らなかった記者に今波選手はどちらですかと声をかけられ、今波は自分ですと答えている。プロ入り前の契約時に日本ハム球団関係者から来年で、 戦力外になると告げられている。今波自身はそのことに納得しており、せっかくプロになれたから、楽んでやろうと気楽にプレーした。一年目のシーズンを終えると一軍昇格は、ならなかったが、二軍で打率。280を記録。今波は、これで首か。いつ呼ばれるのかなと思いながら、球団からの連絡を待ったが、一向に連絡がなく、その後、 何事もなかったかのように契約が更新された。ヤクルト時代は在籍4年ほどであったが多くのファンから愛され引退時は惜しまれていた。引退後はこれからの選手に自分と同じような苦労をさせたくない。楽にプレーしてもらえるように手助けしたいとの思いからスポーツメンタルコーチを目指すようになった。ありがとうございます。